肩の黒い生地がランドセルショルダーに見えてきた。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。え？どういうこと？え？ちょっと大人っぽい感じかなって思ったんだけど、ミコには珍しく黒を取り入れた素晴らしいね、大人っぽい衣装かなと思ってたんだけど、山直、年齢は下がったの。え？嘘でしょ。え、待って。え、そこはね、え、嘘でしょ？本当に？え、ミコ下がってるよ。え、嘘でしょ？え、本当に言ってる？え、これいじりとかじゃなくて、ガチ？ガチの意見？え、ミコ幼くなった？やんわり見える私立の小学生。なるほどね。ちょっと、髪型がかな、多分。確かに今はあれなんだわ、胸が見えないからでしょ、どうせ。こうすればさ、ほら、こうすればさ、もうお姉さんにしか見えないでしょ。多分胸を隠してるからなんだよ、こうやって。確かにこう見たらさ、そうだけど、ロリ巨乳じゃん。ちげえよ。そうじゃないだろ、ロリ要素はねえだろ。なあ、ロリ要素じゃない、うん、ベレー帽と合わせて名門私立の小学生っぽい。嘘でしょ。あれ、なんか JK とは言われちゃうかなと思ったんだけどな。なんかみんなの目はそんな感じなんだね。あ、そう。まあいいよ、今後ね、払拭していく予定。通距離2位ビッドーであいささま。すいません。すげえ、スピザー4。